今日午後3時15分ごろ、角田市桜で建物の2階の西側から火が噴き出していると、近くに住む人から消防に通報がありました。消防がポンプ車など9台を出し、現在も消火活動に当たっています。警察と消防によりますと、30代の女性2人がけがをして、ドクターヘリで仙台市内の病院に搬送されたということです。